こっち向きにやらんといかんのかな。違う違う。はっ。よっ。何走ってんの？ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ちょ待って、めっちゃハート、めっちゃハート。回収しまくりまして。どうしたの、アイナ？そんなにニコニコして。ここに人を集めるいい方法でもあるの？知らんよ、それは。え、ビルダーの金？あそこにある古い金がそうなのね。うん。うんうんうん。そういえばみんな金の周りに集まってきよったね。集めたものづくりのかけらで、ビルダーの金を鳴らせば、ものづくり力が上がって人が集まるか。そういうことなんか。それじゃあ、アイナ、あの金早速鳴らしてみて。ビルドレベルを上げられるようになった。これで、あれですか？誰か来るんすか？来い！いってやー。どやどやどや、誰か寄ってくる？来た？来てない？はい、ビルドレベル1位。イエーイ。あ、来た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 。もう、またなんかあれやん。農民的な感じでさ、全然見分けのつかん奴ら。新しい仲間がやってきた。まあ、でもこれで動画あっという間に集まるんかな。ん？なんだなんだ？アイノはたくさんのレシピをひらめいた。やったー、なんかいっぱい。あ、いいね、いいね。ウエスタンドア。ふえは、なんですこの鐘の音は。すごいわ。鐘の音に引き寄せられたのか。荒くれたちが集まってきたわね。これはどういうことだ？なんだか物を作る意欲が溢れてきたぞ。作りたくて作りたくて仕方ない。作れるものもたくさんひらめいたのね。銅の直近に樽にガラス瓶。バーに使えそうなものばっかりね。銅のテーブルに銅の壁か。こいつは銅をどんどん集めてこねえとな。ほんとよ、集めてきていっぱい。新しい場所に来て、新しいものをどんどんひらめいてやがる。どうやらやる気満々みたいだな。くおー、ビルダーってのはとんでもねえぜ。なんだか俺たち目が覚めたぞ。イエイ。アイナ、新しくやってきたアルクレテスに早速話しかけてみましょうよ。君たちにも名前はあるの？鐘の音に誘われて来てみたら、一体どうなってやがる？それなんだこの激しい鉱石臭は。なに？ビルダー？これからみんなでバーを作って鉱石を掘るだと？おいお前ら、教団のお偉方に報告だ。こいつらハーゴン様の敵だぜ。あんたたち。もう、お前は、まさか、ペロちゃんか？しばらく見ないうちに大きくなりやがって。なになに、そういう感じ。あたし、アイラと鉱山を復活させるって決めたから。あんたたちも手伝いなさい。何年も前、鉱山からほとんどの鉱石が消えて、ハーゴン教団にものづくりを禁止されて。わしらは幼いペロに後ろ筋肉を引かれながら、泣く泣くここを後にしたのだが、あ、ここ出身？後ろ筋肉って何？いくらペロのお願いでも、今まで信じてきた教団の教えを、おいそれとは捨てられねえ。だが、ペロのためならこっそり密かに鉱石を掘る。全然背くやん。今日から俺たちもこの鉱山で働くぜ。アラクレたちが仲間に加わった。しかしやっぱり名前はないのね。名前ないけど、あれやん、元々の二人は名前あるやん、ちゃんと。見た目では、区別つかんよね、名前あっても。ありがとう、アイナ。金を鳴らしたら本当にアラクレが来たわね。これで行動を掘り進められるわ。アイナさん、何？あの金の音とあなたのものづくりで、我々4人は気がつきました。ものづくりの、ビルダーの素晴らしさに。あ、元々おった二人はあれか、被っとるやつの、ヘルメットの色が違うんやね。なるほど。俺たちはたった今からハーゴン教団を抜ける。ビルダーとしてお前と物を作るぜ。ありがたい。ありがとう。作ってくれるの？よかった。これでみんな準備ができたわね。アイナ、ゴルドンが心配していたわ。これからのこと話してあげましょう。ゴルドンの目の前で話せばよかったんじゃない？ね、そしたら一気に伝わるのに。ねえ。おう、アユナ、ペロ、俺に鉱石くれる方法、決まったか？大切なことだからアユナもよく聞いて。どう？話を聞く準備はいい？いや、全然いいけど。まずはバーを作って、アラクレたちのやる気を上げるの。やる気が上がれば、鉱石が取れる量も増えるわ。バーを作り直したいだけじゃないのか？そして、取れた鉱石をゴルドンにあげれば、いつかゴルドンの力が戻る。ゴルドンに力が戻れば、
ゴールドラッシュが復活して、島に金や銀や銅が溢れ出るってわけ。大丈夫？そんなうまくいく？おお、ペロ。それすごくいい考え。やっぱり俺、お前好き。でもわずかに残った金、行動の奥底にしかない。俺、まずは銅でカッパーマンになる。アイナ、もちろん銅集めにもアルクレにやる気が必要よ。早速バーの設計図を変えてみて。ふんふんふん。お、結構な広さあるよね。周りのものはそのまま放置でいいんかな？壊すんかな？バーの設計図を描いた。あー、なんかいらん、あ、周りのものは破壊していい感じみたいやね。ふんふんふん、なるほど。はぁ、素晴らしい。これこそ私が求めていたバーです。確かにこんなバーがありゃ、俺たちのやる気も上がる。鉱石の採掘量もうなぎ登りだな。でもちょっと待つんだぞ。坑道の中はハーゴン兄弟に壊されたぞ。このままじゃ奥まで進めないぞ。たくさん鉱石を掘っていくには、壊れた坑道を直していかなきゃダメだぞ。よし。それじゃあ俺のお願いこれ。お、なに？ミッション目指せゴールドラッシュ。坑道を復旧すべし。鉱山の坑道を破壊されてる。坑道を復旧すればもっと奥まで行ける。鉱石もっと集まる。素敵なバーを作るべし。バーあれば、荒くれやる気出る。やる気出れば、鉱石採掘量上がる。どうせんこで、俺カッパーマンになる。ふんふんふん。この鉱山街に活気が戻れば、私のバーも繁盛することでしょう。アイナさん、頼みましたよ。あとはあのバーに、ボーイやバニーでもいてくれやな。そうすりゃ、俺たちのやる気も、鉱石の採掘量も上がりまくりなんだが。そんな簡単なことで、やる気が出るなら、私がなってあげるわよ、バニーくらい。何？本当か、ペロ？いいのか？本当にいいのかよ。亡くなった私のママも、バニーとしてお店に立っていたわ。私一度、バニーになってみたかったの。そうか。ペロがバニーになってくれたら、オイラたちものすごく嬉しいぞ。それは父親的には大丈夫？やっぱり今はまだダメ。お？あなたたち、今私がバニーになったら満足してやる気をなくしそうじゃない。バーができて、コードの復旧が終わったらなってあげるわ。うひょー、ペロ、その言葉をするんでねえぜ。お、やる気がめっちゃ。みんな、頼む。ペロがバニーになるためだ。必ずコードを復旧してくれ。おいおい、ゴルドン。自分の力を取り戻すためじゃないのかよ。ゴルドンも見たいんやね。ミッションスタート。ということなので、バーを盛り上げるための最大にして最重要の最強目標ができた。アイナ、よろしく頼むぜ。早速だがアイナ、まずはおめえに鉱石を管理していくために必要な場所を作ってもらいてえんだ。いいかアイナ、アラクレは夜バーでやる気を蓄えて、朝になったら坑道に鉱石を掘りに行く。でもって夕方になったら集会を開いて、その日に取れた上がりを報告するもんなんだ。そこでおめえには毎日上がりを報告しつつ、鉱石をしまっておくアラクレ集会所を作ってもらいて。集会所って言っても、そんな大したもんじゃね。広場に鉱石を入れるものさえありゃいいんだ。ゴルドンの横にランプがあるんだろ？そこの目印の場所に収納箱を3つ置いてくれ。ふんふん。収納箱3つね。全然お安いご用でーす。はい、収納箱3つ。はい、オッケー。あ、この3箇所に置けと。なるほどね。はい、とりあえず1個、2個、3個、これで OK？ よっしゃー！あ、ちょっと待って、なんか方向が気に入らない。この方向でいいんかな？もうちょっとさ、これはこっち向きに置いとこう。はい。できたよ。くおー！収納箱を3つ置いてくれたのか。これで荒くれ集会所の完成だな。よっしゃ、アイラ、おめえに改めて説明しておく。おめえが行動を復旧してくれれば、マシモが荒くれを引き連れて鉱石を掘る。その上がりを毎日夕方に集会所で報告する。そんでゴルドンにその日の分をくれてやる。せっかくの鉱石をくれてやるのは少し惜しい気もするが、ゴルドンが復活すりゃ鉱山も復活するはずだ。ふんふんふん。そうそう、報告会毎日夕方になったら金属をキンキン叩く音で始まるんだ。行動は暗くて時間の感覚がなくなりやすい。音を合えずに地上に戻ってきてもいいかもな。なるほどね。オッケー。そんなとこまで聞こえるんや。
さ、あ、そしてよし、じゃあいいな。早速、マシモとシドウと一緒に、行動の復旧に行ってきてくれ。これからはアラクレも増える。俺は地上でアラクレの管理を担当するぜ。行動のことはお前らに任せた。う、わかったぞ。オイラも物怖いけど、ペロに喜んでもらうために頑張るぞ。さて、そうと決まれば、行動を進む安全を祈って、4人で筋肉儀式をやろうじゃないか。筋肉儀式だと？なんだそれは。シドウはいい感じだが、アイナは体がヒョロヒョロすぎる。これじゃあ鉱山の女にはなれねえ。さあ、これが筋肉儀式だ。おめえらもやってみろ。なんだなんだなんだ。ほう、なかなか面白い。こうか。あはは、いいねいいね。かわいい指導。ほらほら、次はアイナだ。さあ、おめえも筋肉儀式をやってみろ。こんな感じで。近い近い。おお、めちゃめちゃいい感じじゃねえか。これでアイナと指導も芝の荒くれだ。イェイ。向き。向き。なんだかやる気が出そう。オイラ先に行って行動を確認しておくぞ。準備ができたらお前たちも来るんだぞ。よーし、みんな行くぞー。おー。アイナ、行動に行くのね。うんうん。はい、なになに？これ、私が作ったお弁当よ。行動で気が向いたら食べるといいわ。行動の復旧、頑張ってね。焼ききのこありがとう。一口だけ？少なくね？くわー、なんだ今のは。ペロから弁当をもらうなんて、ずるいざいな。許せねえ。さっさとマシモを追って行動に行きやがれ。マシモが行動に立ってたら、前に進めねえ理由があるはずだ。その時はマシモのぼやきをよく見ろよ。私、女なんだから、そんなに言わなくてよくね。おー、なんだなんだ、びっくりした。これか。これか。おー、もう夕方だ。本日の報告会を始めるぜ。はいはいはい。よっしゃよっしゃ。今日もたくさん鉱石が取れたな。早速報告会を始めるぜ。よーし。まずアイナの分をしれっとあいつに渡す。今日のアイナの取り分は、銅2個、石炭5個だ。でもってゴルドン。今日のおめえの取り分は銅20個だ。おー、結構やん。だってみんなでもう18取ったってことやろ？うごー、ありがとう。銅あと980個で俺カッパーマンになれるぞ。今日の報告会は以上だ。おめえたち、明日も張り切っていくぜ。二人しかおらんけどね。報告会とは、オッカムルでは夕方に報告会がある。アラクレが鉱山で掘った鉱石が集められ、ゴルドやアイナに配られる。私の分は勝手に取られていくわけなんですね。なるほど。まあ、とりあえず取りに行きますかね。鉱石を。よいしょ。はい、どうも、お待たせした。空腹で倒れそうらしい。待って、私ちょっとキノコ。アイラの破壊力が上がった？マジで？そんな効果があるの？え、すげえやん。ちょ、待って、こういうの壊してった方がいいって絶対。これ木材やん。木材なかなかないけん壊していっとこう。はいはいはい、待って。待って待って。こっちだぞ。よいしょ、よいしょ。はいはい。なんか穴ぼこだらけやね。あ、すごい！ちゃんと作業してくれる。ありがとう、みんな。あ、すごい！ちゃんと働きよんやね。へぇー。はいはい、こっち？で？あ、ここを破壊しろってことですかね。ということだから。よいしょ。みんな離れて。オッケー。さあ、これでまたね、この辺の土たちが。あ、まだ開いてないやん。マジか。一個じゃダメだったのか。なるほど。ちょ、なんか集めるのも協力してほしいよね、指導。はっ。あー、危ない。でい。先へ進むぞ。どんどん行動が広くなっていく。行動をつないでほしいぞ。あ、また？そっちも？ん？なんだあれは。線路に箱みたいなやつが乗ってるぞ。トロッコじゃね？ほらほらほら。うおー。なに？あ、あれは線路の上を走るためのトロッコだぞ。ここはトロッコの発着駅みたいだぞ。ここを終点にして、地上にある坑道の入り口と線路をつなげば、
お、なんかもっと楽にできるようになるってことね。アイナ、ここに来るまでに線路が敷いてあったの見たか？どうやらここがトロッコの終点みたいだぞ。坑道の地面の歯抜けになった線路を全部つなげばトロッコが走れるようになるぞ。トロッコに乗れれば地上取引がしやすくなるぞ。お前に線路を修復してほしいぞ。ん？どういう感じに？修復のための線路が足りなければこの辺りに使えるのがあったはずだぞ。確か坑道の途中のどっかにも線路があったよな。見つけたら使っちまおうぜ。え？さあ、途中に土砂を壊しながらこの線路をトロッコ停止板があるトロッコの発着駅までつなぐんだぞ。あ、これがそういうこと？あ、なるほどね。あったね、向こうに。そうそう、トロッコに乗りながら線路を引き返していくと途切れている場所がわかりやすいぞ。線路のつなぎ方のことを聞きたかったらもう一度おいらに声をかけるんだぞ。で、あの、それ線路のやつは一体どこにあるって？その場所がどこかわからないんですけど。これ？あ、これか。なるほど、すぐ後ろにあった。じゃあこれ使ってくね。よいしょよいしょよいしょ。あれ？なんか違うもん取りよらん、私。どれぐらいあったら足りるんかな、この隙間を埋めていく作業に。とりあえず10個ぐらい持っていくか。よーし、10個乗る。はっ、あっという間にあっという間に途切れた。じゃあここに、全然違うやないか。こっち向きにやらんといかんのかな。違う違う。はっ、何走ってんの？何走ってんの？よいしょー。そして、ここもですね。よいしょ。へえ、なんかこれさ、え、難しくない？え？どうやって？これどうやってどうやればいいの？あ、つながるんやね、こういう風に。あ、なるほどなるほど、そういう感じや。ふんふんふん。あ、勝手に曲がったりとかいろいろしてくれるんや。へえ、すげえ。なくなった、なくなった。なくなったよ。ここ、くねくねする必要あったかな？いや、まあ、あ、なに？ここも一個足りん？いや、足りとるか。よいしょ、よいしょ。さあ、持っていきましょう。よし、とりあえずこんだけの量。また絶対足りんと思うけど。違う違う違う。はい、はいはい。違う違う違う。はいはい。で、よいしょ。違うの、そっちじゃないの。この辺またつないでいくやろ。ほは、ふう、いいね、つながった。あとどれぐらい必要かな。よいしょ。さささささあ、あれ、はあ、ちょ、トロッコ、トロッコ、ちょっと待って。え、待って待って、どうなってどうなった、こう。え、ちょっと待って、ちょっと待って。どう繋げればいいんだ、これは。あ、ここに繋げればいいってことかな？あ、違う、違うよ。トロッコ、トロッコ。トロッコがお亡くなりになってしまった。はい、ここ繋げて、これで OK ってことね。ふぅ、焦るー。はい。いや、いいです、いいです。さあ、乗っていきますか。じゃあ、乗りたいの。え、待って待って待って、邪魔なんだけど、君ら。ちょ、待って。君らめっちゃ邪魔だからさ、そこ乗いてくれるかな。はい。いけーい。
ゴー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 。よし。さあ、ここからだな。よいしょ。これでこっちの方、どこだどこだどこだ、こっちの方向にも伸ばして、違う、はって、こっちの方向にも伸ばしていって、あ、目印こっちやん。もうちゃんとして、よいしょ。で、こっち側もつなげていけば、よいしょ、よいしょ。お、これは完成なんじゃないか？やったー！イエーイ！ちょっと待って、とりあえず、なんか途中に置いとるけん、これ乗って帰ろ。はいはい、しゃぐよー。イエーイ！到着ー！オッケー。はい。よーし、これで地上まで線路が通ったぞ。線路が通れば、その間をトロッコに乗って移動できる。走らなくていいし、ガタゴトやれて楽しいぞ。うおーし、せっかく敷いてくれたんだ。トロッコに乗って、坑道の奥に戻るぞ。うん、おいおい、あいな、お前ばっかりずるいぜ。俺もトロッコってやつに乗りたいぞ。指導も乗りたかったのか。人数分の木のトロッコを線路の上に繋げておいてくれれば、ちゃんと全員がトロッコに乗れるぞ。へぇー。あいな、町にある作業台で木のトロッコを2つ作るんだぞ。3人でトロッコに乗って坑道の奥に戻るぞ。坑道の奥に戻ったら駅の向こうの橋を渡るんだぞ。地図を見て先に進むんだぞ。駅の向こうの橋ってなんだ？地図にも、あ、一応目的地が表記されたらしいけん大丈夫か。あ、あっこや。ゴルドンが座っとる。新たなレシピをひらめいた？木のトロッコ、木でできて簡単な車、線路上を移動できる。線路、トロッコを走らせることができるレール、角に置くと自動で曲がる形に変化と。トロッコ停止板、トロッコの終点となるポイント。よし。じゃあとりあえずちょっとまた、ハートも集めとこうか。よいしょ。オッケーオッケー。これで、違う。トロッコを、二つ作るのと、どこ？これか。これ二つ作って、お、木材78もあった。で、あとは、ちょっと、バーに必要なものも作っていっておこうかな。はい、酒樽2個。見張りに来なくてもちゃんと作ってるよ、大丈夫。大丈夫だからね。それじゃあ戻りましょうかね。どこや？どこや、この辺か。この辺から来たんやっけ。どこわかんないんだけど。あ、この辺からか。あ。あ。結構なダメージを受ける。ちょ、待って、とりあえず。あら？どこだ？あ、ここか、出発して。あ、オッケー、オッケー。はい、わかりました。よいしょで、これでトロッコを、二つほど。よいしょ。はい、つなげて、待って。下の実食べるから。はい、これで乗って、すげえ、乗った3人で乗ったよ、ちゃんと。さあ、これで行きましょうかね。あっこなんか無駄に曲げてしまったな。これで到着。あっこなんかハテナがある。あれ何？とりあえず行くとして、夜は気をつけて。なんかスライムいる。ホイミスライム、間違えた。あ！やめてよ、忘れやん。怖い。君はいいホイミスライムなんだね。うわー、人間だ。君たちこんなところに何してるの？この行動は桃のモデルし、とっても危険なんだ。
気をつけて進むといいよ。ありがとう、君も魔物だよ。特に夜になったら出てくる青い体に青い覆面の怪人に注意して。きっと戦っても勝てないから逃げた方がいい。青い体に青い覆面の怪人？幽霊じゃなくて？何それ、気持ち悪い。行動は太陽がないから時間の感覚がわからないよね。その怪人は夜にしか出ないから夜が来て合図にもなるんだ。姿を見たら地上に戻るといいかもね。なるほど。青い体に青い覆面の怪人、不気味やね。聞くだけでも不気味やね。なに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 、これなに、魔法？あ、よう、どうも。ちょ、待ってね。でもあれよね、みんなも結構寝てないよね。はい、いけ、イエーイ。誰の技ねえ、なんかめっちゃすごそうな感じの技使うくない？誰や。待って、そこの気になる、回収したーい。よいしょ、オッケー。行こう行こう。何今の声。はい？何誰？これ？こいつ？こいつの技？待って待って、怖い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 。やめてよ。あいつのことかな？でも、青い体に青い覆面？青くないけど。あれなんかな？コードを繋いでくれ。はい、オッケー。てか、変な声だな。何あの、ちょっと、女の子みたいな感じの声出してんの？よし、先へ進むぞ。進め、進めい。なんかいいね。行動の中さ、なんか夜になっても暗くないやん。基本的に。めっちゃいいやん。なんかマイクラみたいにさ、自分で松明持っていく必要もないし。焼きかな、焼きかな。え？目的地どこ？え？戦いの匂いがする？何者だ？なんかおる、なんかおる、なんかおる。マジかよ。何ボケっとしてんの、荒くれ者。魔物の群れが襲ってきた。アイナ、シド、あれはハーゴン教団の魔物だぞ。早くなんとかするんだぞ。ちょっと待ってよ。ガクガクブルブルじゃねえわ。ああ、ちょ、待って、待って。何今の。なんか軌道みたいなの描いて、何かが。何かが。私もこっちに参戦するわ。ね、なんかキラキラいいよるって。やめてください。ね、この強いやつ、強いやつちょっと指導。ちょっと指導、どうにかして。何これ。え、何落とした？毛皮みたいなの落としたよ。ほら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 、何やろあれ。へいへいへい、モグラの毛皮ですか？へい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 。何がキラキラやってんの？不審者発見って言いながら死んでった。魔物の群れを倒した。イエイ。なんかキラキ、あれあれあれ、あ、導きの玉。ぬお、魔物たちをやっつけてくれたんだな。筋肉な、筋肉がないのにすごいぞ、ええな。まあ、筋肉でやっつけるわけじゃないからね。やっぱり、この行動のあれぐらい、行動の中は教団魔物の巣になってるんだと。ハーゴン教団の奴ら、行動の中まで破壊して楽しんでるみたいだと。オイラ許せないぞ。オイラも魔物倒したいけど、オイラも魔物恐怖症だぞ。魔物退治は二人に任せるぞ。オッケーオッケー。それはそうと、気づけばかなり奥まで来てたみたいだぞ。ここは昔の採掘基地だぞ。今の荒くれぬカルチャー、これ以上進んでも光月は惚れそうにないぞ。一度地上に戻って、ミルズに知らせるぞ。待って。導きの玉に。ああ、よかった。おっと、ここには導きの玉があるみたいだぞ。玉に触れておくのを忘れるんじゃないぞ。勝手に戻されるかと思った。地下行動は複雑だぞ。迷ったら迷わすパワポを使うんだぞ。オッケーです。でしょう。導きの玉を起動した。鋼じゃない。銅の採掘基地にワープできるようになった。オッケー。あ、でもやっぱりこの辺にもおるんやね、君ら。なるほど、なるほど。あ、すげえ。ちゃんと中に建物があるんやけど。あ、すごい！見て見て見て、寝れるし、この本何？創世録と書かれた誇りだらけの本が置いてある。
長い手記のようだ。本を読みますか？はい。私にとって新天地となる、このオッカムルの地にやってきて、どのくらいの月日が経ったであろう。ここは陽気の荒くれに囲まれた、肉肉しくて楽しい島だ。しかし、荒くれたちは筋肉を持て余し、ウサギを追い、キノコやサボテンを食べながら静かな生活を送っている。ああ、こんなに立派な鉱山があるのに、これではもったいない。私は前から興味があった、あるものをこの地に作ってみようと思う。それがあれば、この島は鉱山街として賑わい、荒くれたちも汗水垂らして働くだろう。物作りなきこの世界に、物作りが芽生えることを祈って、私は新たな物作りに着手する。綴られた文字はここで終わっている。ま、過去にこの場所に来たビルダーということかな？ちょ、待って、宝箱を調べたいな、私。あ、やったね。爆弾だ、爆弾だ。さあ、こういう感じで、とりあえずじゃあ帰りますか。帰れんくね。このハテナは、あ、そっか、あれか。あ、そっか、こっち？はぁ、帰ろ。拠点へ。ワープします。なんかさっき、チェックマークがついとった。あ、どうも。くおーあいな。行動復旧できたんだな。よくやってくれたぜ。これで鉱石の採掘量が上がる。夕方の報告会を楽しみにしておけよな。それはそうとあいな。おめえ行動に入るとき、ペロに弁当をもらってやがったな。食べたよ。はっきり言っておくが、ペロはおめえには渡さねえ。おめえは今から俺のライバルだぜ。いや、女だから私。ちょっと待つんだぞ。どちらかというと、ペラはオイラの大切な宝物なんだぞ。お前たち全員オイラのライバルだぞ。ちょっと待て。俺はおむつをしてた頃からペロを知ってる。ペロの独り占めは許さんからな。ちょっと待て。ペロは俺の天使だ。ペロ誰にも渡さないぞ。人気者。人気者すぎる。ちょっと待てよ。指導？何を言い合ってるかは知らんが、俺はバニーってやつに興味がある。お前たちの好きにはさせないぜ。まさかの指導も。あなたたち。ペラは私の最愛の娘なんです。誰にも渡しませんからね。くそー、みんなペラをめぐるライバルだ。絶対負けねえからな。私は、私の立場は。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、でもさ、あれよね、鉱山の女とかって言ったってことは、ちゃんとキャラクター女として認識されてるよね。